ねえねえ。じゃあ学生置くなあ、そっか。卒業式か。あー、そっか。3月って言ったら、もうそういう時期か。えー、懐かしい。いやー、高校時代戻りたいな。制服 ああ、俺はね、俺、学ラン。だからさ、ブレザーにすっげえ憧れあるんだよな。なんかあの、着崩した感じとか、なあ、かっけえなー。うーん。お前はあ、セーラー服だったんだ。あ <laughs> あ、えー、かわいかったんだろうな、お前のセーラー服姿。 写真とかないの見せてよ。え、ある <laughs> えおーめちゃくちゃかわいいぞ。<laughs> ああ。今の仕事ができてかっこいいって感じもいいんだけど。<laughs> セーラー服姿めっちゃかわいい。<laughs> <laughs> 俺まだ何も言ってないじゃん <laughs>。いや、まあ、それは来てくれたら嬉しいよ。だって、俺たち知り合ったのって大学だったじゃんお前の制服姿なんて見たことないし。過去のお前を全部俺のものにしたいとか思ってないし、まあ現実できないんだけどさ。まあ、できないからこそ、 ちょっとだけでも味わってみたいっていうか今の俺に見してくんないかなーって <laughs> そうだよな嫌だよな <laughs> あ実際今来たらコスプレだもんなほとんどうーんえー、ええじゃあ俺も着るでさ あの、制服着てディズニーとか行こうよ。俺さ、制服で行くの夢だったんだよなうーん。いや、男子校だったからさ、彼女とかもいなくて。<laughs> いやかぁ。そっかぁ。まあ、そうだなぁ。この年になってダブルコスプレは、ちょっときついかぁ。 別にうん俺はああ言ってそういう強気なお前が好きなおけだしセーラー服着てた昔のお前じゃなくて今のお前が好きなんだから全然大丈夫 <laughs> 落ち込んでないよ <laughs> まあただ 制服姿見たかったなーって思ってるだけ。うん、少しだけでもダメ <laughs> いやいやいや、いや本当に、ちょっと着てるの見るだけ。ね <laughs> 違う違う違う制服着てエッチなことしようって言ってるんじゃないです。<laughs> いや、一瞬来て、俺の前に、現れてもらったら、あ、これが、お前の制服姿か。なるほどなーエモいなーって思って終わり。いや、もう俺はもう、一切手を触れない。絶対、約束する。それなら来てくれる <laughs> 無言ってことは来てくれるってこと <laughs> お前って、なんだかんだ推しに弱いよな <laughs>。じゃあ、今度毎日行った時、絶対来てもらうから。ああ、そっか、実家ああ、まあ俺も確かに実家でしたええー、めちゃくちゃ来てくれるのかと思って期待した。 えー、じゃあさ、じゃあさ、もう、もうこの際ドンキとかでもいいから。<laughs> コスプレのセーラー服でいいからさ。<laughs> 買って着てみてくんないえぇ、ー、頼むよ。えぇー。<laughs> <あ>ー <laughs> チャンネル登録をして次の動画もちょっとだけ見てみない